さあ続きまして続いてのお便り参ります。はい、なんくんとリーノくん、お互いのお好きなところを教えてくださいということで。でリーノくん、どこお互いのいいところなんだけど。もみあげかな、やっぱり。あ、もみあげね。初めて言われた。俺もみあげがいいんだ俺の。ありがとうね、もみあげ褒めてくれてね。もみあげかな、やっぱり、ね、ありがとう。なんくんのもみあげが好きなんだね。そうだね、もみあげがたまらないね。俺もね、リーノくんのね、髪がね、うん、赤く染まってないとこ好き。あの黒い部分ね、このね。そうそう、この黒いとこ好きよ、うん、赤く染まってないわけではないのだけれども。え、でしょ、これはメッシュ。これメッシュ、これメッシュ、全部赤の上に黒を足してんだよこれ。なるほどね。そうそうそう、もしかしてこの5年間くらい気づかなかった。いやー、なんかそこだけそういう染まらない子なのかなって。あー、そう思ってたんだね。うん、よかったね、よかった、知れて、うん、学びがあったね今回。